思いもかけない番狂わせによって弱者が強者を打ち負かしてしまう。そんな現実世界ではそうそう起こりそうにないことが起きてしまうのがスポーツの醍醐味の一種と言えるかもしれません。今回は王座から一夜にして転落した大番狂わせや一瞬にして絶望を味わうことになった大逆転劇を中心にお届けいたします。諦めたらそこで試合終了ですよ。早速ご紹介しましょう。最初の一戦は2019年 WBA、IBF、WBO 世界ヘビー級王者アンディ・ルイスと前王者アンソニー・ジョシュアの一戦です。アンソニー・ジョシュアはイギリス出身、幼少期をナイジェリアで過ごし、両親の離婚をきっかけにイギリスに戻り、サッカーに明け暮れていました。いとこに誘われ18歳でボクシングに転向。その5年後、2012年ロンドンオリンピックにて金メダルを獲得。この頃から素晴らしい才能を開花させていきます。プロデビュー後は距離を詰めながらの右ストレートを武器に、デビューから驚異の20戦連続 KO 勝利の記録を叩き出し、2018年までになんと WBA、IBF、WBO の王座を獲得。迎えた21戦目がアンディ・ルイスとの試合でした。対する王者アンディ・ルイスはメキシコ系アメリカ人。高校を喧嘩で退学した15の夜、盗んだバイクで走り出した末に、アンディは祖父がメキシコに所有していたボクシングジムでボクシングを始めることになったという経歴の持ち主です。デビューは2007年で、2016年に世界初挑戦した WBO 王座決定戦にて判定負けしたのが唯一の黒星という素晴らしい成績を有しています。この試合は当初アンソニー・ジョシュア対ジャレル・ミラーで行われる予定でしたが、ミラーがドーピング検査にて薬物違反で資格停止となり、急遽ルイスが代替選手として対戦することになったのでした。身長198センチ、リーチ2メートル8センチという驚異的なジョシュアに対し、ルイスは身長で10センチ、リーチで20センチ以上のサイズ差があります。しかしご覧の通り死亡量では上回っております。序盤はアンソニーが身長差、リーチ差を生かしジャブでやや優位に試合を進めます。3回アンソニーの左フックが炸裂、ダウンを奪います。それにしてもさすがヘビー級、迫力が違いますね。アンソニーはここで畳みかけますが、ルイスは逆に応戦。アンソニーのフックをかわしアッパー、ダウンを奪い返します。残り10秒、アンソニーが連打でコーナーに追い込まれ猛ラッシュを浴び、横倒しになり2度目のダウン。しかしアンソニーは立ち上がって試合は続行となります。なんとか持ちこたえて迎えた7ラウンド、序盤からルイスに畳みかけられてアンソニーは3度目のダウン。ここも立ち上がりますが、もはや目がうつろ、さらに右を浴び4度目のダウンを喫します。最後はレフリーがカウント8で試合を止め、ルイスが TKO 勝ちとなりました。ジョシュアが IBF が8度目、 WBA が5度目、 IBF が3度目の防衛戦でしたが失敗。4団体統一王者を目指し WBC 王者ダッシュの頂上決戦へ向けた米国初戦でまさかの陥落となりました。オッズは1対16の大差で負けていたルイスはデストロイヤーの異名通りに三冠王者を獲得する大金星を挙げました。この後同じ年の12月にアンソニーはルイスとダイレクトリマッチで再戦、12ラウンド判定勝ちを収め、6ヶ月ぶりの王座返り咲きに成功します。この時アンソニーは第1戦目から 4.8 キロもの減量を行い、自分を追い込んで試合に臨んだのに対し、ルイスは逆に 7.1 キロも増量増し増し、しかもこの増量はトレーナーとチームの言うことを聞かず、3ヶ月間パーティーと祝勝会三昧でトレーニング不足になり太りすぎてのこと。なんとも情けない王座陥落となったのでした。続いての試合は2021年11月に行われた番狂わせの試合、 WBA、WBO、IBF 統一世界ライト級タイトル戦で4団体統一王者テオヒモ・ロペスがジョージ・カンボソス・ジュニアに判定負けを喫し、王座の座から転落します。テオヒモ・ロペスは1997年7月30日生まれ、ホンジュラス移民の子供としてニューヨークのブリックインで生まれます。2016年にボクシングプロデビュー、2020年10月には WBA スーパー、 WBC フランチャイズ、 WBO 世界ライト級王者のワシル・ロマチェンコと4団体王座統一戦を行い、
これを12ラウンド判定勝ちを収め、史上5人目かつ最年少での4団体統一王者となりました。そして16連勝で迎えたのがこの試合です。一方のジョージ・カンボソス・ジュニアは1993年6月14日、生まれはオーストラリアの出身の選手です。2013年にプロデビュー、その後19戦全勝にてこの試合に挑みました。赤いトランクスがロペス、白いトランクスがカンボソスです。1ラウンド倒す気満々のロペス、鋭い強打を振って前へ前へ出ます。しかし終了間際に逆にカンボソスが右を繰り出しダウンを奪います。思わぬ波乱のスタートに会場は大歓声を上げます。その後も的を絞らせない挑戦者カンボソス、正面から追うロペスは被弾も増えていきます。試合はほぼ互角ながらジャッジの判定はややロペス優遇。まさかの展開、2人の顔は赤く腫れ上がっていきます。10ラウンドワンツーでダウンを奪いますが仕留めきれず、ラスト2ラウンドもロペスの強打を恐れないカンボソスジュニア、王者に対して前へ前へ出ていきスピードも衰えません。血まみれで戦う王者、しかし崩しきれません。最後はロペスが判定負けを喫し、まさかの王座陥落となりました。試合後の会見はなんと両者とも姿を現しませんでした。その理由は両者ともに病院に運ばれていたため、両者の死力を尽くした戦いを物語っているようでした。さてここで上ノーボクシングトリビアです。プロボクシングではしばしば見られる王座獲得戦後に行われる王座を失った前王者と新王者の再戦試合、ボクシングでは王座陥落後に他選手との試合を挟まないで即再戦をする、いわゆるダイレクトリマッチは原則禁止としています。一方で引き分けに終わった試合や判定が微妙だったり試合運営が不公平だったりする場合は団体の判断で特例として1試合のみ認められることもあります。微妙な判定が問題となりダイレクトリマッチが行われたのが2017年に行われた WBA 世界ミドル級王座決定戦、村田亮太対ハッサン・ヌダム・ヌジカムの試合ですね。村田はこの試合でプロ初黒星となる12ラウンド判定負けを喫し王座獲得に失敗します。しかし試合後は WBA 会長が、私のスコアでは117対110で村田の勝利、このひどい判定によるダメージを修復する言葉はないと自身のねソーシャルメディアにコメントを発表。そして5日後採点に問題があったとしてヌジカムと村田に対し再戦するよう指令が出されます。加えてこの試合ではヌジカムを支持した2人の審判が6ヶ月の資格停止処分になる事態に発展します。さらに5ヶ月後の10月に再戦が行われ、その際の村田が7ラウンド TKO 勝ちを収め前線の借りを返します。日本人としては竹原慎二以来22年ぶり2人目のミドル級世界王者となったのでした。以上ジョーのボクシングトリビアでした。続いての一夜で地獄は、格下相手にまさかの KO 負けして王座防衛に失敗したセルゲイ・コバレフ対エレイデル・アルバレスの対戦をご紹介します。セルゲイ・コバレフはロシア出身のなんと 80% 近い KO 率を誇るボクサー。2012年にプロデビューしますが、プロデビューからプロ19戦目まで約3年の間ファイトマネーなしで試合をしていたという逸話も残る苦労人でもあるんですが、一方でコバレフは曰くつきの人物として知られており、インタビューでニーグロという黒人蔑視の言葉を使ったり、アドニス・ステベンソンをゴリラに例えるような画像を投稿したり問題行動を連発しています。コバレフはその度に謝罪をしていますが、これは革新犯的人種差別であると厳しく批判されています。また2019年には空港で隣に座っていた女性乗客の手を掴んで無理やり接吻をしてからの金を投げつける、飛行機の搭乗を拒否され飛行機から降ろされていたことが発覚、コバレフは他の乗客たちとも激しい口論をしていたとも言われています。2020年1月にはコバレフから暴行を受け重傷を負ったと訴えた女性の和解金への支払いが停止していることを理由に提訴されます。そしてなんとなんと2021年1月にはドーピング検査で合成テストステロンの陽性反応が出たことが発表され、ベクテミル・メリク・ジエフとの試合が中止になる始末。とんだ問題児ボクサーですね。一方のエレイデル・アルバレスは1984年コロンビア生まれ、
WBC 挑戦権を2度獲得するものの、挑戦の機会になかなか恵まれず、3年もの長きにわたり待ち続けることになります。そして迎えたこの試合が世界タイトル初挑戦となったのでした。アルバレスは、コバレフは弱点が見つからないグレートなチャンピオン、私はジャブを駆使したクラシックなボクシングで対抗すると控えめな抱負を口にしていました。試合のオッズは掛け率で7-1、コバレフの有利が予想されていましたが、蓋を開けてみると大波乱の試合模様に。試合はコバレフが自慢の強打を振るって序盤をリードします。4回までは3ジャッジとも全てがコバレフの優勢とジャッジ。コバレフのパワーに圧倒されガードのターンが多くなってしまうアルバレスですが、粘り強く対処していきます。そして迎えた7ラウンド、アルバレスの右ストレートがコバレフを捉え、コバレフがダウン。立ち上がるもアルバレスのパンチにマウスピースが飛び出しそうになるコバレフ。パンチを確実に当てていくアルバレス、そしてコバレフが2度目のダウン。最後にコバレフ立ち上がりますが、アルバレスのパンチで3度目のダウン。レフリーが試合を止めます。試合終了。3度のダウンを奪い大逆転勝ちした挑戦者エレイデル・アルバレスが王座を獲得したのでした。なおこの試合も再戦が行われます。2019年の試合ではコバレフが判定勝ちを収め、エレイデル・アルバレスに奪われた王座を取り戻し、再び王座に返り咲いたのでした。最後にご紹介するのは、格闘技の歴史の中でもひときわ驚きと興奮の渦を巻き起こしてくれた番狂わせの一戦です。2016年12月に行われた IBF 世界スーパーバンタム級王者ジョナサン・グスマンと小国幸則の対戦です。小国は1988年5月19日兵庫県赤穂市に生まれ、中学時代はバスケット部に所属していましたが、3年時に部活を引退した後、初めの一歩を読んだのがきっかけでボクシングジムに通うようになります。神戸第一高等学校3年時にインターハイバンタム級3位となる成績を獲得します。同い年には日本人男子初の世界4階級制覇王者井岡一人、元 WBA 世界ミニマム級王者宮崎亮らがいて、近畿大会でしばしば顔を合わせ対戦しています。2009年にプロデビューし、日本タイトルを次々に獲得していき、2016年には IBF 世界スーパーバンタム級5位にランクインし、同じ年の年末に初の世界タイトル戦へ名乗りを上げたのでした。対するジョナサン・グスマンは1989年7月17日ドミニカ共和国出身、現在はあの辛辣プロモーターボブ・アラムのトップランク者に所属しています。 IBF 王座獲得は2016年7月カール・フランプトンの王座返上に伴い空位となった王座を日本の和気慎吾と争い、4回のダウンを奪うと TKO 勝ちを収め王座獲得に成功しました。しかし勝利に酔いしれるのも束の間、凱旋帰国したグスマンはなんと枠戦で手にしたファイトマネーを全額盗まれてしまいます。ファイトマネー9万ドルのうちマネージャーやスタッフに支払いを済ませ、手元に残った7万ドル約730万円をキャッシュでスーツケースに詰め込んでいました。サントドミンゴの空港に到着し、家族や友人多くのファンに祝われ、喜びもつかの間、大事なファイトマネーが盗まれたことに気がつきます。被害届を出したのも後の祭り、現金は消えてしまいました。なのに踏んだり蹴ったりは続くものです。同じ年の12月に日本で行われたグスマンの防衛戦、小国幸則との試合、下馬評では22戦 22KO、 KO 率驚異の 100% を誇る王者グスマン優勢の予想が多数を占めていました。小国自身 8-2 でチャンピオンが優位と言い続けていました。試合は開始序盤、出だしから早速プレスをかけてくるグスマン。小国は距離を常にキープ、グスマンは前進するが有効打は当てられず、小国は右ボディを決めます。そして運命の3ラウンド、小国は見事な左ボディを突き刺し、グスマンからダウンを奪います。初めてダウンを奪われたグスマン、会場には大歓声が沸き起こります。しかしそこは王者グスマンは持ち前のパワーパンチをかざし、小国に襲いかかります。小国もよく守り、反撃のワンツー、ボディも叩いて対抗。試合は中盤になってもわからない事態になります。相手の強打に耐えながら、小国は終盤8ラウンド以降はグスマンにプレスをかけます。11ラウンドには左ボディでまたもグスマンからダウンを奪います。最終回もエスケープするグスマンを追って試合終了。
判定はスコア、ジャッジ3者が115対112をつけて小国が勝利。劇的な大番狂わせに日本のボクシングファンが興奮と熱気に包まれた一夜となったのでした。日頃の地道な練習に耐えて最高の状態で挑む試合、しかしどこか心の緩みもある王者には容赦なく襲いかかり、地獄を見せることもあるのがボクシングの世界です。だからこそ大番狂わせと呼ばれる一番は長く記憶に残り、我々ボクシングファンを魅了し続けるのかもしれませんね。俺もボクシングの大番狂わせが大好きだと思う方はいいねボタンでぜひ教えてください。それでは次のリングでお会いしましょう。さよなら、さよなら。